今年のマシンはですね、マシン型になりました CBR1000RRR という新型のマシンで挑むことになっています。我々ブルーヘルメットはホンダの二輪車の研究開発に携わる若者たちで構成されたチームです。普段はホンダの社員として仕事をしているんですけれども、仕事が休みの休日にブルーヘルメットというチームでレース活動をしています。ブルーヘルメットは1964年に創立で、今年で60周年を迎えるチームになります。1982年に日本人としては初めて鈴鹿8体で優勝した非常に長い歴史と伝統があるチームです。ブルーヘルメットでレースしてる理由っていうのは、会社を飛び出して現場に出てレースすることで、普段の仕事に生かすというか、現場で得たノウハウだったりデータっていうのを開発に生かすっていうところが自分の中の目的になってます。まずこの鈴鹿8体、非常にお金も体力も時間も使うレースになってまして、ここに毎年出場するというところ、ここも一つかなり大変なところではありますので、毎年出続けるというのはとても重要なことだと感じています。その中で私たちブルーヘルメットは、去年のブルーヘルメット MSC 熊本アンダーサカを超えるというところを目標の一つとして戦っていこうと考えています。鈴鹿8体はすごい歴史のあるレースでして、その歴史に EWC のシリーズ戦も加わってきたということで、かなり世界的に広まっている重要なレースだと思っています。ホンダとしてもそれを勝つことによって余計より世界のファンの方にアピールできるというレースですので、かなり重要なレースだと思っております。鈴鹿8体っていうのは昔から非常に過酷、8時間なんですけども、やっぱこの暑さの中、そして8時間耐久レースじゃなくてこれスプリントレースをやってるぐらいの感覚なので、僕今は日本国内で僕は参戦できるレースの中で一番大きい大会だと思ってますし、 For me the 8 hours is like in Suzuka is a legendary track and、it's an opportunity to、and a chance to arriveto this race having the chance to win from the first participation. よろしくお願いします。今に勝機が振り上がってスタート、ライダーたちが一斉にバイクに駆け寄っていく、そして今一斉にスタートした。8時間走り切らないとまずはゴールできないっていうのもありますし、何か一つミスがあるだけで優勝が遠のいてしまうので、すごい大変だし、体力的にもすごい、体力フィジカル的にすごい辛いレースなので、毎年のように僕はもう出たくないって言ってるんですけど、いい形でオファーをいただいてるので、プラス、ここまで走ってきて5回優勝できたっていうのがあるんで、最多優勝記録更新は絶対目指さなきゃいけない、目指せる唯一のライダーだと思ってるんで、今現時点では。やっぱ予報通り気温が高いんで、そこが
あんまテストできなかったんで、ちょっとつらいです。Most important thing during the race, I would say the speed and the constancy. Be focused for all the laps that we have to do. Try to overtake also the slowest rider as quick as possible, but without any mistakes. Until the end, when you go in the pit box, do everything well, when then you have the right of check.今のレギュレーション体制になってから200周を超えたことがまだなかったんですね。で、他の社内チームさんはもう200周超えというのを達成しているので、まず200周を超えること、社内チーム今回4チームあると思うんですけど、その中で一番になりたい。正直我々今までその中では一番遅いチームでした。だから一つずつ同じホンダという会社の中で働いている、同じ境遇の人たちと戦って、最後はやっぱり我々二輪車の研究開発をしているチームなので、僕たちがその中で一番になるところが、直近の目標かなと思っています。いただきました。Honda did perfect job. All the riders were doing the performance, so it's perfect. I'm happy. いや、もう信じられない気持ちで、本当チームメイトに助けられて、本当チームの力に助けられて勝てたので、本当に感謝しかないです。決勝の結果としては、22位、210周、同じホンダの仲間の社内チーム、鈴鹿レーシングさんに 3.7 秒差で負けてしまいました。で、おそらくブルヘルのこの60年の歴史では、最多周回数だと思います。レースの方はトラブルなし、転倒なし、テストから数えると私はパーフェクトにレースができたと思っています。いや、無事やりきったなって感じですかね。最後やっぱザルコ選手もそうだし、名古屋選手も途中頑張ってくれたおかげでこのギャップができたと思って、なんか途中6秒差ぐらいになってたらしいんですけど、でもマージンがあったおかげでマイペースで走っても勝ってたので、チームもそうだし、チームメイトも応援してくれてるファンの皆さんも、もう感謝しかないですかね。ありがとうございました。